はい、今日はね、オーストラリアでバーベキューする際のこの、スターターですね、はい、この火を起こす機械というか道具ですね。これ購入ねすると、はい、下ねこれぐらいの隙間があって風が入るようにね茎が入るようになってます。で今日はこれでどうやってね着火するのか、簡単に着火する方法を紹介したいと思います。はい、まずね、下の方に、はい、紙をね入れますので、ちょっとこうねぐちゅぐちゅっとこう、はい、これアルディの広告なんですけど、いらなくなったのでこうやって、ね、中に放り込みます。そしてね、今こうやって家の周りで拾ってきた、はい、枯れたね枝があるんですけども、これをね燃えやすいように入れます。まあ、基本的に、ね、どこでやっても一緒ですけど、やっぱり最初はね着火しやすい細かい枝を入れて、はい、その後でね、大きい木を入れていきます。はい、こんな中で、ね、木の根っことかもあります。はい、これを中にね、入れます。はい、これもいいか、はい、ちょうどね家の周りのゴミ掃除にもなります。はい、そしてこの小さいのがね燃えていった後で、はい、大きいねちょっと大きめの木に着火するようにね、はい、こういうちょっとね大きめのものを、はい、入れたいと思います。ちょっと長さがはみ出してますけど、まあいいでしょう、これ半分にしようかな。最後でこのままいきます。はい、はい、ではこんな感じでねちょっとマッチで着火してみます。じゃあねマッチをすります。はい、まずこうやってねよく燃えるようにした状態で、はい、こっから掘り込んでみます。はい、つきました、はい、こんな感じでね、火がスタートしました。でもうちょっと小さいのがあるので、ね、この辺のゴミも入れていきたいと思います。だんだんとねいい感じで燃えてきました。今度はですね、この燃えてる間にこの豆炭ですね、日本でいう豆炭、これをねこちらに移して、ちょっとね見にくいのでこちらのヨーグルトのねプラスチックの容器に入れたいと思います。でね、バーベキューするので、まあ、そんなにねたくさんいりません。これをね、こちらの方へ入れていきます。赤いね豆炭が出来上がってきました。はい、これをね七輪の方に移したいと思います。ちょうどいい感じになりましたのでね、こちらの方へ移し替えます。はい、ちなみにこの七輪はね日本から持ってきたんじゃなくて、
ストラリアのね、インターネットショッピングで買いました。はい、詳しくはね、下の方にリンクを貼っておきますので、はい、オーストラリアにねお住まいの方も興味があれば、はい、買ってください。はい、これでね、結構長い間ね、はい、熱源が確保されます。これはもう、ね、このまま置いておきます。こちらの方にね移動したんですけども、台所でね切ってきたかぼちゃをね置きます。そしてコーンもこれも先に炊いてあるんですけどね、チキンがあるのでチキンを置いていきます。ちょっと面倒だったので、串にね刺したりはしてないです。はい、全部乗るかな。はい、こんな感じでねちょっと焼け上がるのを待ちたいと思います。